カズレーザーと松陰寺のチルルーム。俺たちが子供の時に見てた子供用番組がもう結構今面白くて見てる、いろいろ。何見てるんですか？だからそれこそ昔のお母さんと一緒の歌とか。お母さんと一緒の歌ってない？なんかみんなの歌かな。あれそれメトロポリタンミュージアム。メトロポリタンミュージアム、めっちゃ怖いですね。めちゃめちゃ怖い。大好きな絵の中に閉じ込められた。そうそうそう、めちゃめちゃ怖いのよ。急に閉じ込められて終わる。ああいうのもなんか子供ながらにちょっと怖いなって思うものって覚えてるからさ。あれなんか真っ暗道のなんとかみたいな。真っ暗、それもね、怖い系の。ああ、そうなんだ。なんか裏ありそうな。なんだろうな、振りが効いてるからでしょうね。なんかよくある、ドラえもんのなんか嘘の最終回みたいなやつとか、それ誰か、それ何、なんか全部のび太が見てる夢だったみたいな、同人誌が作ってるとかね、的なやつとか、なんかあのサザエさんのよくは、あ、サザエさんとかコボちゃんのよくわからない話みたいな、まあ多分二次創作的なやつだと思うんですけど、振りが効いてるから余計記憶残るというか。いやだから面白かったなと思って、そう、久しぶりに30年ぶりぐらいに見るのって全部蘇ってくるのに、記憶が、全その時のね、そう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 、記憶が今見たら、でもあの当時面白かったけど今見たら全然面白くねえのももちろんあります、もちろん逆もあるんだけど、面白いというか、まあ、懐かしいなって感じだったな、なんでこれそんな見てたんだろうみたいな。まあトトロ、まあうちもトトロとウルトラマンとそのなんか学研のビデオやったかな。学研のビデオはちょっとマジで見たことないな。あれ見てますね最近。あの NHK の人形劇の時代劇、昔やってたの知らないですか？覚えてない、なんかそんなあったっけ。あの俺平家物語ずっと見てるんですけど、平家物語ずっと見て、平家物語の人形劇を昔やってたんですよ。20年ぐらい前かな。めっちゃ音楽的、声とかだって風間森夫さんとかって言ってんじゃないとか、あの森本レオさんとかめっちゃ豪華なの。そうなんだ、声優さん超豪華。人形劇で、人形劇、こういうの、人形も超リアル。ああそうなんだ。金めっちゃかかってて超リアルな動きで、多分ね、人形も70センチ80センチぐらい、結構でかいと思う、感覚的に。でセットとかもちゃんと組んであるから、これ普通に人がやっても同じぐらい金かかんじゃねえのっていうぐらい、やっぱなんか金かかってるんですよ。 NHK のお人形劇系ってすごい金かかってるよね。めっちゃ金かかってる。俺もなんか一回その NHK の教育番組で、はい、なんか声を当てるのやらしてもらって、はい、で一回その人形と対面したんだけど、はい、思ったよりでかいのよ。でかい、超リアル。でかいし、で間の取り方とかもやっぱ本当、あ、めっちゃ金かかってるよ。人形師とかもすごいよ。すごいすごい、あ、3人で1個動かすわ。あ、そう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 。じゃあ1人の大人がもう演じた方が早いかぐらい。めちゃくちゃすごいですよ、ね、ギャラで言うとね。いやだ、あれは残していった方がいいなと思った、あの人たち。なんだっけ、プリンプリン物語とか昔やってたんですよ。覚えてないな、覚えてない。多分ひょっこりひょうたん島とかの流れ。ああ、ひょっこりひょうたん島もすごかったね。とかもまあ何回もやってますもんね、もう今やってねえから。何回かねリメイクしたよう見てたな。あれもやってましたもんね。やってた。昔見てた作品ってなんだろう。子供の時見てた、子供の時見てた、何見てたかな。だから俺その要は醜い昼のことをわらしべ長者見つけて、はい、すぐ家族の LINE に送ったの。いやでも家族はその別に懐かしかねえでしょ。いや、うちの兄弟みんな覚えてて。ああ、そっちの家族ね。そう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 、うわー懐かしいっつって、はい、でもうちょっと大きい子供がいるその兄弟もいるからな、うん、そいつらに見せるっつって、うん、見せたらみんなその鳥を落とすシーンで泣いちゃったんだ。泣くなんかそれ、そんなにじんとくんの。なんか悲しかったんだって。いやそれ不思議だな、うん、面白いな。ああそう、うん、懐かしい作品ってなんだ。何を見て育ったみたいなんじゃないけどさ、絶対大人って、うん、その子供が幼稚園も行かずに家にずっといる時に、はい、もうテレビの前でじっとしててほしいから絶対何か見せてたはずなんだよね。そう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 、それがウルトラマン、ハヌマン。なぜかうちはそうだ。なんでまっすぐなウルトラマン見せてくれなかったんだろうって俺は確かに今思ってる。いくらでもあるのにね、うん、全然ウルトラマン出てこないんだから。あ、1時間確かに長いな。前半だって30分のウルトラマンでもさ、うん、出てくるのほんまに20分後やんか。そうそうそう、あれもたるいもんね。ですら長い、関係ないんだから。関係、知らない国の日照りの話ずっとするんですよ。雨が降らなくて困るねっていう話をずっとしてるんだよ。だからそれやっぱタイかな。タイの人がやっぱどうしても伝えたかったことなんだろうね。全然タイのなんか多分昔話をモチーフにしてるから。なるほど、全然しっくるかな。太陽が地球に近づきすぎてるから、ハルマンが説得しにってちょっと離れてもらうみたいな。太陽と交渉して、これどういう話っつ。ハルマン太陽神なのかな。じゃあ、いやいや、ハルマンはね、多分何の神様、戦いの神様かな、猿の神様。でも俺それね、戦闘は見たことある。うん、うん、なんか
かっこいいとは言えないよね。なんかちょっと気持ち悪いな。だっていや白タイツ、トーテムポールみたいな、なんかそう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 白タイツの予算よ。でかい猿なんだ。まあでもその国なんでね。だから一応なんか図鑑とかにも載ってんだよな、確かそれ。ウルトラマン図鑑とかにも一応。最初は載ってなかったんですよ。なぜならタイのその会社と、あのつぶらやがめっちゃ揉めてたんで。あ、そうなんだ。めっちゃ判決でずーっと揉めてて、最近それが和解したか金でかい口したかで一応なんかなかったことから一応認められて、正史として認められて、それで出てきた。ちょっと一回春馬思い出して、ね、まあ、あ、多分仮面ライダーとかもね、判件で一回揉めてんじゃなかったかな。結構日本の特撮作品で海外輸出して、その当時の関係でぐちゃぐちゃになってるのがあるんですよ。春馬ってほんまに神様としているんやな。春馬は神様ですよ、もちろん。ちゃんといる神様。じゃあ春馬、ウルトラマンに出てきた春馬ってことやんな。そう、真っ白、真っ白。ああ覚えてる、こいつや。そう、タイガーマスクみたいな感じ。そうそうそう、ざっくりと。いや怖い、なんか怖かったよ。髪は仏像さんのマジラホツ、そうそうそう、めっちゃ怖い。いや怖いな、マジで。なんだ、なんで俺あれ見せられたのかな。 そのちょっとずれたんですよ。そうそう、ずっと。でももちろんウルトラマンは知ってたんですよ多分ね。ウルトラマン太郎とかは子供の本当にちっちゃい頃から見て、あとビデオの作品があったんで見てて。あれじゃない、ウルトラマンストーリーじゃない、子供のやつじゃない、太郎が。いやじゃない、俺結構ちゃんと。あ、そうなんだ。 LD とかうちにあったから。あ、そうなんだ。だからいろんなソフト作品はあったんで見てたんだけど、それが VHS はそれだったんですよ。で長いやつとりあえず見るじゃないですか。そうやな、これ見せとけば1時間2時間は見てくれるやろうが、ハヌマ。なんかあのうちの父ちゃんのワンボックスの、あの後部座席にこれくらいの大きさ の、あの液晶テレビが、液晶じゃない、あのブラウン管テレビがあったんです。多分後付けしたんですよ、はいはいはい、子供旅行行くとき子供がうるせえから後ろでビデオ見せとけっつって、昔のあの車載車に乗せる用のテレビって、画面ちっちゃいのにこの奥行きブランカの長さはガチの長さなんですよ。なんかそれあって車に乗せたやついたね、いたいた、いた。めっちゃあのブランカンってこの、こっから光線が出て出すから長さはあんま変わらないですよ。めっちゃ細長い、そういうところでつくやつ、点付きみたいな長さのこれぐらいの画面をこうみんなで見るんですよ。厚みがな、あったらあったら、そこで見るハヌママジ機械。機械の話、拷問やもん。よう見てたらね、これ。でもなんか車にビデオってあんま乗っけてないんですよ。そう、昔はなかったよ、そんな。そう、で車に乗っけてるビデオが多分それと、あの多分ドラえもんぐらいだから、それしか見ねえんですよ。あ、そうかそうか、まあそうやな、永遠にそれ見るんですよね。絶対影響出てるよね、それ。多分ついてる、偏ってる変な。だから特撮作品はすげえ好きになったの、それからそうや、そうかもしれんね。王道じゃないんだな、親もちょっとずれてたんだな、じゃあ。俺すげえ好きなんですよ、あの東宝版かな、東宝版、東映版、東宝版かな、あのスパイダーマンがあるんですよ。え、日本で。俺は3話だけうちにあったから見てたんだけど、スパイダーマンなんですよ。もちろんあのスパイダーマン、マーベル、マーベルと、多分ね、東映か、東映版か、どっちかちょっと分かんない。でも東映だよね、あの普通に作ってるから、がコラボ。東映東宝マジで今分かんなくなる、どっちだ、ちょっと調べて。え、だから違うの、それは違う、だって会社が違うから。多分東宝作品も変わってくるの、そうなると。いや、どっちでも作ってるわけじゃないでしょ。どっちも作ってるわけじゃない、東宝か、スパイダーマンは。日本であのスパイダーマンって連載してたからね、漫画でね。そう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 、アニメ、それ、アニメなの。実写ない、うん、そうですね、東宝版スパイダーマン、すいません、ごめん、嘘嘘、東映版。そりゃそうか、あの特撮作ってるの、東映。そう、はい、めちゃくちゃって、もう一回、どうでもいいですけど、もう直してほしいんですけど、東映とマーベルが昔繋がってて、スパイダーマンを関係借りたんですよ、東映が。で、その代わりには多分ね、東映も何か作品を渡してると思うんですよ。いや、どっちも使っていいみたいな協定結んでたね。で、東映版のスパイダーマンを日本撮ってたんですよ。本当にタイツ着た男がこうやって出てくるんですよ。こういうのはないの。出さない打撃いや、なんかその空中戦じゃん、割と持ち込み方としては。あ、そういうの全然。打撃なの。でも一応ね、まあ、バーってオープニングはなんかね、ビルからブワーって来たようなイメージはあるんですよ。でもあんまり糸使ってなかった気がするんだよ。なんだ、打撃使ってたイメージ。雲の打撃か。打撃弱そうやな、勝てんの。めっちゃ強いっす。強いかい。なんかね、格闘技世界チャンピオンみたいなことを言いながら出てきたはず、俺の記憶。スパイダーマンなんかあれ、そう、そんな感じ。なんか犬笛がなんとかみたいなこと言ってた。なんか半径もらうとやっぱりまっすぐは作りたくないのかな、もらった側って。だからそのアメリカの話じゃないですか、だからそれを
翻訳日本版にしなきゃいけないからってことでいろいろ大人が考えて日本風にして、うん、最後ロボットで倒すってそうなんだそうなんだいやなんかファンとしてはそうじゃないんだけどなっていうのもあるよね。そうで、うん、あそうだで最近知ったのが、うん、あのバトルフィーバー J っていうあの戦隊ヒーローの最初の心です、うんうん、バトルフィーバーそれいつ俺ら世代ゴレンジャーの後の後だからもうめっちゃ前、うん、生まれる前か生まれる4、5年もっと前かな、うん、10年やつたないぐらい前、はいはい、のやつがいて、うん、それはもう戦隊ヒーローの今でこそゴレンジャーが最初って言われてますけど、うん、昔の最初はそいつらだったんですよ、うん、でそれはバトルフィーバー J っていう5人が、うん踊りながら戦うっていう戦隊バトルジャパン、バトルコサック、バトルケニア、バトルフランス、ミスアメリカです。5人いるんですよ。5人いる。バトルフランスはフランス代表なのにフラメンコで戦うっていうね。あれステイじゃねっていうブレてんじゃないか謎のやつなんですけど、はいはい、かっこいい、めっちゃかっこいいやつら、踊りながら倒すんや。踊りながらで戦うんですけど、その主人公のバトルジャパンってやつがいるんですけど、これ確かね、もともとはキャプテンアメリカを使いたかったんじゃないかな。あ、そうなんだ。そう、案件借りてるから使えるってなって、うん、キャプテンアメリカの日本版キャプテンジャパンからバトルジャパンになったみたいな話を昔聞いたことある。ほうほうほう。だそれぐらいは結構、ね、昔は、うんうん、ミスアメリカだと元々はマーベルの作品出てくるキャラらしいんですよ。これ見たことないですけど、はい、ジャパンは日本舞踊なの？空手果たして踊りかって思いますよね。踊り関係ねえじゃないか。でも空手だ。空手だった。おもろいな。そう。結構だからそんなやつで多分スパイダーマンは家で見てた。だからスパイダーマンが子供の頃それしか知らないから。そっち先なんだ。途中から大人になるにつれて、うん、アメリカのスパイダーマンがちょいちょい入ってくるんですか。はい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 、あれなんかちげえな。俺が知ってるのちげえぞと。どっちが本当に。いや、まあ俺はこっちを知ってるからね。先にジェネリック知っちゃったんだ。ジェネリックじゃない。親父ってそれが元祖なんですよ。早くロボ出てこいよと。数にとってはな。早くレオパルドンってデカロボット出てこいよと思ってたけど、途中からどうやらこっちが間違ってたんだよ。そうなんですよ。ってことは多分タイの子供たちも、うん、なんでウルトラマンなんか最近ネットで見れるけど全然ハヌマン出てこないなって思ってんじゃねえか。逆はそう思ってんのかな。思ってるじゃないですか。あーおもろ。そっか。なんか韓国、ね、であのキャプテン翼は、うん、あれですよね、あの韓国代表なんですよね。設定が韓国になってるから。そうなんだ。そうだから表紙とかの日の丸も、うん、あの韓国旗に変わってるって聞いたことなんですよ。だから韓国代表として昔はプレーしてるみたいな。あ、そうなんだ。そう。へえ。だから日本から来たら見たら、ま、たどうなってんのみたいな。どうする、じゃあ最後世界行くときどうなんだろう。だそれでも最近は戻してんじゃないですか。あ、そうなんだ。もうなんか当時は多分そういう制限があったから、日本のね、音楽とか流せなかったそうそうそうってことだったと思うんですけど。へえ。それを子供の頃見てた。あ、そうなん、そういうの見てたんやな。もうだからやっぱ偏った作品の入り方がなんか逆みたいなところで逆輸入バージョン。昔子供の頃のなんかそれこそテレ東でやってる映画とか、うん、エロかったり残酷だったりめっちゃしますんでしょ。してたエロいしめっちゃあった。エロ映画普通に流してたし、流してた残酷映画めちゃくちゃ流してた。スプラッター映画超流してましたよね。多分殺人事件とかがあったから影響でやめたんだと思うんですけど、そうかそうか。13日の金曜日とか定期的に流してましたね。やってた、見てた。で結構グロいシーンめちゃくちゃあったよ。グロめっちゃグロかったイメージある。うん、おあれそう、あの子供の頃やっぱ一番見てグロかったのロボコップ。あ、ロボコップ気持ち悪いね。ロボコップの1ってめっちゃ結構残酷じゃないですか。残酷。バンバン撃たれるし。撃たれるし、なチームなんか切断シーンとかもなんかあるあるあるよね。そうやめっちゃ怖いですよね。あれも俺今嫌やったな。あのシュワちゃん火星行くやつなんだっけ。トータルリコールね。トータルリコールもなんか。トータルリコールめっちゃわかる。前喋ったっけな、ここで。喋ってない。なんか最後火星バン落ちちゃうじゃん。空気になって目出てくるとこね。あれキモいよな。あれは怖いですよね。あとあれですよね、あのコールガールみたいなのがこう胸入ってる。どれにするとおっぱいが見せられるトータルゴールテーマね。これですよね。どれにする、あれどれがお好みいいかな。いやおっぱい3つある。あれ怖かったな。未来すごーって思いました。怖かったあれ、ね、あれ空港でなんか、うん、シュワちゃんが変装して、うん、空港に行かなきゃいけないからなんか、うん、おばさんの格好してるんですよ。で空港でこう、うん、なんかおばさんの格好してるんですよ、うん、でなんか空港のその税関みたいな人なんか喋ってて、うん、火星ではどれだけ過ごされるんですか。2週間よみたいなこと言って、うん、途中から2週間よしか言わなくなって、うわーってなって過去ミーンって開けてみたいな。そうなんだ。トータルリコール多分そう。それがトータルリコールだと思う。シュワちゃん作品やっぱめっちゃ来てたな。あれ今は流せんのかな。いやあれ流せるでしょ。あれ別に残酷描写そんななかった気がする な。でも子供ながらに怖かったよな、あのシーン。なんか本
当に子どもの頃から思ってるトラウマシーンってその残酷な昔話とかよりもよくわかんないワンシーンだったりする、うん、ああまあそうかもしんないね。俺あれがすげえ 今もうちょっと嫌なのが、うん、タイタニックで、うん、あの船が沈んでく中ぐわーって立ってって、ねはい、このディカプリオとケイト・ウィンスレットがこう捕まってるじゃないですか、うん、そしたら一人耐えられないのかって、うん、わーっと落ちちゃって、はい、落ちてった先のヘリにバーンってぶつかって、あそこ超痛そう。あいや 痛いは痛いよな、あの生々しい感じとそれとあとターミネーター2で、うん、シュワルツネッガーは未来から来た、うん、E サイボーグ2はあのなんだ金属のやつか、そう金銭とフル、はいはいはい、シュワルツネッガーが、うん、あのジョン・コナーを、うんうん、ジョン・コナーか、うん、守るみたいな感じで、うん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 、もう殺しちゃダメだよって言われて分かりましたみたいになって言うことを聞くようになって、なんかあのサイバー大臣に2人でこう乗り込むときに、なんか入り口で警備員のおじさんがいて、おおここに来ちゃダメだよって言ったら、シュワルツネッガーが足バンバンバンって言って、あーって言って、う殺しちゃダメって言ったじゃないって言ったら、これぐらいでは死なないってシュワルツネッガー言ってし、めっちゃ怖い、シュワルツネッガーめっちゃ怖いって、分かる分かる、何気ないシーンな、うわ話通じねー子供ながらにめっちゃ怖い、なるほどな、子供ながら思ったんやな、あ分かる、子供ながらなんかそういうところの方が覚えてるかもね、トラウマあるな、あれ残酷って思う。さロボコップもそれよく流れてたな、ロボコップすっごい怖い、なんか普通にゴールデンタイムとか9時とかでやってたよな、全然やってました、やってたよね、めっちゃやってましたロボコップ3まで多分映画あるのかな、うん、まあもちろんその後も続くんですけど、普通はあの3までが最初の3部作なんですけど、ワンツーで主人公の相棒だった女性が普通に殺されるんですよ、うん、3の序盤で、あそうだったっけ、はい、あ全然覚えてないな、めっちゃ怖いの、残酷なんですよ基本ロボコップ、そうね、なんかイメージあるわ、ロボコップめっちゃ残酷なんですよ、うん、いやだからそうだな、今久々に見てもどういう感じになるか感じたいよね、感じたい、でもめっちゃ見たい、めちゃ見たい、いや今だってもうめっちゃ見たくなってます見て帰っていやマジで見たいよ俺もロボコップ久々見たいなと思って、だって多分そうでしょ、みんなシュワルツネッガーと、うんうん、スタローンと、うん、ジャッキー・チェンの映画ばっか見てた、ばっか見てた、てかテレ東ってそれテレ東はまあこのシュワちゃんとでもスタローンはあんまやってないんだよ、俺子供の時テレ東なかったけど自分の曲、うん、でも見てたよそれは、多分ねそれはこっちはやっぱ主流だからハリウッドは流すんですよ、あのテレ東とかあの弱いっていうかあの、うん、あんまちょっとね、まあ、ランク下がる系、はいはい、まあ、ローカル曲か、ローカル曲はジャッキー映画とかチャック・ノリスとかばっか流すんですよ、 あとジャン・クロー・バンダム、ああそっか、うちのそっか、うちのローカルもやってたんだ、じゃあそういうの多分あれ安いんじゃない、安いんだろうなきっと、権利が何回やねんとかやってたよな、めっちゃやってましたテレ東ジャン・クロード・バンダム4週またぐやったんですよ4週すごい、今年の夏はバンダム祭りみたいな、どういう安いだろう、なんかね、なんかその振りというか CM もめっちゃ面白いんですよ、ジャン・クロード・バンダムがね2人出てくる、なんだっけかな作品があるんですよ、2人クローンで出てくるみたいな作品があって、あそうなんだ、バンダム2人で2倍2倍、これが本物ダブルゼータ・バンダムみたいななんか煽りダブルゼータ・バンダムってめっちゃ面白かったんだよな、でも作品自体はあんま面白くなかった記憶があるけど、あそうなんだ、ジャン・クロード・バンダムめっちゃ流してた記憶あるんだよな、あでも見てたかな、いやだチャック・ノリスとジャン・クロード・バンダムをやたら流してたけど、いいな、子供の時、うん、なぜかずっと見させられてた映画を今改めて見るっていうのいいかもね、見たい、めっちゃ見たい普通に楽しいけどね全然残酷とかじゃなくて懐かしい関係なくやっぱいい映画だもん、いい映画、そうそう、話す作品自体がね、うん、いいからね、やっぱ、うん、チャンネル登録、メンバーシップよろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします。